私は高校2年生くらいの時に放送を目指そうと思いました。きっかけは高校のキャリアプログラムのようなもので、裁判所に傍聴をしたり、その後弁護士だとか検察官だとかの先生方と少しお話をする機会があって、その時に放送の仕事っていうのがすごくかっこいいなというふうに純粋に思ったのが一つ大きなきっかけでした。やはり早く始めるとアルバイトだとかサークルだとかを特にめちゃくちゃ苦労するということもなく両立しながら、勉強していけるというのは一つ大きなメリットかなというふうに考えています。受験指導校を利用すると、何が大事な ところで、何は試験との関係においては、そこまで重要ではないかということが明確になって、それを分かった上で、勉強できるというのが一番大きなメリットだというふうに考えています。一つは、一番できるだけ早く、放送になりたいというふうに考えたのと、もう一つは一番、難しいというか一番大変なところをまずは目指そうというふうに考えたので、試験ルートを考えました。一番重要なのは、盤石な基礎力だと思います。一等塾を使うと、どういうところが、重要で、どういうところが、しっかりと理解しないといけないかというのを明確に教えてもらえるので、ここは重要だよ、ここは、しっかり理解しないといけないよというふうに教えてもらったところを本当に繰り返し、勉強するということで、基礎的なところを基礎力を身につけました。予備試験合格者対象の、公立事務所の事務所説明会だとか、そういうものが結構あったので、そういう点で、特に、大きな事務所で弁護士をしたいとかいうふうに考えておられる方は、予備試験ルートのメリットというのは大きいと思います。先ほど申し上げたように、できるだけ早く放送になりたいというのが、一つ大きな理由で、あとは、3年生で単位は取り終えて、4年生はほとんど大学に通わないという人も実際多いと思うので、そういう意味で、学費だとかそういう面でも、早期卒業をできるのであればしておこうかなというふうに思った次第です。私は、1年目とかは1日3時間くらい勉強をしていました。1コマ60分程度の講義を聞いて、でそれの復習をしたり、予習をしたり、あとは、担当式試験の過去問を、解いたりというようなことをするのに、大体2時間程度ということで、合計3時間くらい、毎日勉強していました。一気にガッとやるっていう感じよりは、僕はコツコツと勉強していく方が得意だったので、毎日、そこまで3時間というとそこまで長くないですけど、コツコツやるっていうのはすごく意識していました。私はウェブ派でした。一つは私が、最初に一等塾に入ると決めて、いろいろ資料を見ていたときに、郷先生という先生の講義が自分のスタイルに合っているのかなというふうに感じて、で、その郷先生の講義は東京でしか、ライブでやっていないので、私は神戸大学に通っていたので、そうすると必然的にウェブということになったのと、あとは私はコツコツやるタイプなので、週に2回とかで、それぞれ3時間3時間とかっていうよりは、毎日1時間ずつの講義をやっていくというのが私のスタイルにも合っていたので、ウェブを選びました。基礎力を身につけるとか、そういう面ですごくその大事なところはここが大事だよっていうふうに、強調して、いたりとか、あとは、理解が難しいところに、図や、詳しい説明があったりして、理解して記憶するというのがしやすいようにっていう工夫がされていたように思います。私は、担当式試験の過去問を、スマホだったり、パソコンだったりで、するっていう、そういうサービスがあるんですが、それを一番、有効活用していました。一つ心がけていたのは、その先輩の、受験生の方とかに聞くと、長く勉強すればいつかは受かるという意識よりは、
絶対にここまでには受かるんだっていうような意識で、まあ短期間で集中してやる方が、まあ、最終的にその合格の可能性みたいなことで言うと、まあ、高いような、そういうお話を聞いたので、まあ、私の場合は、大学2年生になるくらいの頃に僕は絶対その大学3年生の時の予備試験に受かるんだっていうふうに決めて、もうそこからは、まあ、そこの目標っていうのは絶対にぶれないようにしようっていうふうに思いながら、勉強していました。その大学2年生の中頃くらいに、予備試験ゼミといって、その次の、年の、予備試験の合格を目指す、人たちがたくさん集まるゼミがあったんですが、そこで初めて、その、まあ、レベルの高い仲間というかとたくさん出会って、まあ、その中で、その仲間たちと比べると僕はまだまだ、力が足りないなっていうふうに感じて、まあ、そこで、まあ、ちょっと心が折れそうになりましたとかったのはありました。まあ、やはりその何か分からないところがあったら聞いて教えてもらったり、あとはやっぱりその身近にそういう高いレベルで競い合える仲間がいるっていうのはすごく精神的に、まあ自分も頑張らないといけないなっていうふうな気持ちになるので、すごく心の支えになりました。基本的にその大学で例えば民法の最初の民法総則の講義を聞く頃には、まあ、伊藤塾の民法の講義は終わっているっていうようなことが多くて、そうするとその基本的なところは理解しているので、まあ、その上で、まあ、教授が話すその背景のところの深い話だとか、そういうところの話を、すごく面白いなって思いながら聞けたので、そういう意味でその早い段階で基本的なところを理解して、まあ、そういう教授のすごく貴重なお話を十分に、咀嚼しながら聞けるというか、そういうのは、早く学習を始めるメリットだと思います。私は1年生の時は、まあ、アルバイトもサークルもやっていて、まあ、アルバイトは週3くらいで、まあ、夕方、まあ、大学の講義が終わった後やっているような形で、サークルは、週1くらいで、行っていました。特に最初の1年生の頃とかは、まあ、やはりその予備試験に合格しようっていう、そのそれが少し遠いところの目標になるので、なかなかモチベーションの維持が難しかったりしたんですけれども、比較的短い時間で集中して勉強する、で、まあ、アルバイトサークルはそれはそれでしっかりやるというようなメリハリをつけて、まあ、モチベーションを維持しながらやるというふうなことを意識していました。まあ、1年生の頃であれば、まあ、予備試験を目指すにしてよ選挙一本で、やっていくような必要はないと思うので、まあ、大学でしかできないようなこと、まあ、私は、予備試験が終わった後に、ね、海外に、まあ、インターンのような形でちょっと行ったことがあるんですけど、まあ、そういうのも、まあ、1年生の頃とかでできると、まあ、視野が広がっていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、最初から最後まで、まあ、基礎的なところを、徹底的に、勉強したというのが、まあ、勝因かなと考えています。まあ、私はその、まあ、自分は放送になろうと思ったきっかけが、まあ、やっぱりその、まあ、実際に、まあ、法廷で働いておられる放送の方を見て、まあ、すごくかっこいいなっていうふうに思ったのがきっかけなんですけど、まあ、やはりそのまあ、弁護士だと依頼者の方のために力を尽くすっていうのが一つかっこいいところだなというふうに思うので、まあ、例えば、まあ、依頼者の方が、聞いてきた来られたことには、まあ、どんなことでも答えられるとか、まあ、逆に依頼者の方が、まあ、どんなことでも、心配なことを僕に相談してくれるとか、まあ、そういう意味で、依頼者の方に頼ってもらえる弁護士というのになりたいと考えています。放送はやはり魅力的なところがたくさんある仕事だと、知れば知るほど思うので、まあ、放送になりたいけど自分には、難しいかなとかいうような、ふうに思っておられる方がいるとしたら、コツコツとしっかり、勉強することができれば、絶対に、どんな人でも、その目標に向かってしっかり努力できれば、なれる仕事だと思うので、放送を目指して、
コツコツ努力を淡々と努力を続けていただければ